カーリーガン・メイフィールドはアメリカが州国テキサス州オースティン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のクリーブランド・ブラウンズに所属している。ポジションはクォーターバック。高校時代から QB としてプレーしたメイフィールドは大学から奨学金を受けないウォークオンとしてテキサス工科大学に進学した。テキサス工科大学2013年シーズン開幕直前に 先発 QB、マイケル・ブルーアーが負傷したことから、急遽先発を務めることとなった。最初の試合で、メイフィールドは413ヤード、4TD を投げた。しかし、シーズン途中に負傷し、請求 b の座をデイビス・ウェブに譲った。メイフィールドは2315ヤード、12TD、QINT に終わった。シーズン終了後、 コーチとの行き違いを理由に大学を去ることを発表した。オクラホマ大学、NCWA の記者会見でのメイフィールド2014年にオクラホマ大学に転校した。この時も再びオークオンとしての扱いとなった。NCWA の移籍規則では、選手の過剰内籍を防ぐために、移籍した選手は通常1年間の欠場が求められるため、2014年シーズンを プレーする資格が得られず、2014年は全試合を欠場した。2015年8月24日、オクラホマ大学スーナーズの開幕先発 QB となることが発表された。開幕戦では388ヤード 3TD を投げ、チームを41から3で勝利に導いた。その年は3700ヤード 36TD7INT を記録し、 ハイズマン賞候補の一人となった。2016年も続いて先発 QB を務めた。10月22日のフルステキサス工科大学戦では、パトリック・マホームズと対戦し、545ヤード 7TD を投げ、66から59で勝利した。その年は13試合に出場し、3965ヤード 40TD8INT を投げた。 2017年は4627ヤード 43td6int を投げた。2017年12月9日、ハイズマン賞を受賞した。ウォークオンの選手がハイズマン賞を受賞するのは史上初であった。プレー資格をめぐってメイフィールドが1年間プレー資格を得られなかったことに関してメイフィールドは1年目に テキサス工科大学からオクラホマ大学に移籍した際、テキサス工科大学ではウォークオンであり、奨学金を受けた選手に適用される移籍ルールは適用されないはずだという理由でオクラホマ大学ですぐにプレーできる資格を NCWA に申請した。しかし NCWA は彼がその基準を満たしていないとして訴えを却下した。ビッグ12カンファレンスのルールでは NCWA が課す1年間の出場停止に加えてカンファレンス内の移籍者は1年間の資格を失うことが追加で規定されているためメーフィールドはこの規則の免除もカンファレンスの担当者に訴えようとしたが却下された。オクラホマ大学の関係者もテキサス工科大学の関係者にメーフィールドの規則免除を認可するよう要請したがテキサス工科大学の関係者は異議を唱えて 要請を断り、2014年7月に規則適用でのリリースを行った。このような流れで、メイフィールドは2014年のシーズンを欠場することになり、同時に1年間のプレイ資格も失うことになった。2016年6月2日、ビッグ12カンファレンスでは、ウォークオン選手が1年間のプレイ資格を失わずに、カンファレンス内で転校することを認める、要ルール修正が提案され、 その後承認された。このルール変更により、メイフィールドは2017年シーズンまで、オクラホマ大学でプレーすることができるようになった。メイフィールドの元所属校であるテキサス工科大学も、このルール変更に賛成した。大学時代の通算成績2019年のシンシナティベンガルズ戦でのメイフィールド2018年の、 NFL ドラフトでクリーブランドブラウンズからドラフト一巡全体一位指名を受けた。2018年7月24日、ブラウンズとの間で4年3268万ドルの契約を結んだ。シーズン開幕はタイロット・テイラーの控えとして迎えた。しかし2連敗で迎えた第3週のニューヨーク・ジェッツ戦で負傷したテイラーに代わって途中出場した。 その試合では201ヤードを投げ、ブラウンズの連敗記録を19で止めた。前年は、全敗に終わったブラウンズにとっては635日振りの勝利となった。翌週のオークランドレーダース戦でプロ初先発し、295ヤード 2td に int を投げたが、チームは42から45で敗れた。2020年シーズンはチームを18年ぶりのプレーオフに導いた。 プレイオフ初戦では、地区首位のピッツバーグスティーラーズを17年ぶりに敵地で破った。次戦の AFL 首位カンザスシティチーフス戦で破れる。レギュラーシーズンポストシーズン2019年7月に、エミリー・ウィルキンソンと結婚した。ありがとうございます。